ゲアハルト・シュレーダー、ゲアハルト・フリッツ・クルト・シュレーダー、1944年、4月7日帯は、ドイツ連邦共和国の政治家、第7代連邦首相、1998年から2005年、ドイツ社会民主党、SPD の党首、1999年から2004年、第二次世界大戦中の1944年、国家社会主義ドイツ労働者党、 ナチ政権下のドイツ国の、現、ノルトラインイコールベストファーレン州の一部の、現在のブロムベルクに、労働者階級の一家に生まれる。出稼ぎ労働者で、ドイツ国防軍のだった父フリッツは、ゲアハルトが生まれて、数週間後に息子に会うことなく、ルーマニアに侵略したドイツ軍と、ソ連軍との間の戦闘で戦死した、32歳。ゲアハルトには、父親の記憶がない。 母と姉と三人家族で敗戦後の苦しい生活の中育つ。1958年の義務教育を終える。その後、レム号の町の金物省で小売商人資格の取れる見習い修行を受けると、1961年からゲッティンゲンで建設労働者及び商店従業員として働いた。戦死者の一人息子として兵役義務から免除される。シュレーダーは、 1962年から1964年にかけてジーゲンの夜間学校でを取得し、1964年から1966年にビーレフェルトで大学入学資格、アビトーアを取得した後、1966年にゲッティンゲン大学に入学する。法学を専攻した。大学生だった1968年、最初の結婚をする。しかし数年で離婚。 1971年、第一次司法試験に合格し大学を卒業。司法修習生となる。1972年に二度目の結婚をするが、再び数年で離婚する。1976年、国家司法試験に合格し、弁護士免許を取得。弁護士としては、ドイツ赤軍テロリストの弁護を担当したこともある。1963年、ドイツ社会民主党。 SPD に入党。1978年に SPD の下部組織、社会主義青年団、ジューススの連邦代表に就任し、1980年までその役職を務める。1980年、ドイツ連邦議会議員に初当選。連邦議会議員時代の1984年に3度目の結婚、その後3度離婚する。1986年、 ニーダーザク選手州の衆議会議員に転じ、1990年まで SPD のニーダーザク選ン州議会議員団長、及び野党代表を務める。1990年に衆議会選挙で SPD が勝利し、ニーダーザク選手州の州首相となる。同年、フォルクスワーゲン社の監査役に就任し、1998年までその職にあった。1993年、 SPD の党首選挙に出馬するが、ルドルフ・シャーピング、後に、シュレーダー政権の国防省に敗北。1994年、同盟90、緑の党と連立を組み、州首相に再任。1997年、各州政府の代表からなる、連邦参議院の議長となる、任期1年。この年、ジャーナリストだったドリスと度目の結婚、年に、 離婚。夫妻には、夫人の子が、カズと2004年と2006年に迎えた養子が二人いたが、シュレーダーに、実子はいなかった。1998年、新しい中道をキャッチフレーズに、SPD の連邦首相候補として、連邦議会選挙に再出馬して当選。この選挙で、社会民主党が、議会第一党を獲得、同盟90、 緑の党との連立で16年ぶりの政権交代を実現し、ドイツ連邦共和国第7代首相に就任。高級な背広に、浜木というおよそ SPD という労働者政党らしからぬ装いで、ボス同士と揶揄される。1999年、政策的に対立していた、党内左派のオスカー・ラ・フォンテーヌ党首に代わって、SPD 党首となる。 この年前半のコソボ紛争でドイツは戦後初めて戦争に参加、激しい議論を呼んだ。また、同年、環境税を導入した。2000年2月、IT 技術者確保のためにグリーンカード制度を導入。首相おひざ元のハノーファーで、万国博覧会、ハノーファー万国博覧会を開催するが、大失敗に終わる。2001年9月11日の、 アメリカ同時多発テロ事件を受け、アメリカ合衆国との無制限の連帯を表明。ドイツ連邦軍の普及の自由作戦参加を決定。ドイツ軍はアフガニスタンでの国際治安支援部隊、イサフの活動に、NATO の一員として現在も参加している。11月、年金改革法案可決。12月、将来の原子力発電所全般を決定。 2002年6月のサミット終了後、サッカーワールドカップ決勝戦を観戦するために、日本の政府専用機に登場し、日本を訪問。8月にエルベ川が大洪水を起こし、現地に乗り込んで対策を指示。経済不振の続く旧東ドイツの開発重視は、政策の一つでもあった。同月の連邦議会選挙で、ドイツの道を提唱し、 アメリカによるイラクへの攻撃反対を訴えて新章。首相に再任。12月、中国の道積大学より、名誉博士号が授与される。この年、シュレーダー政権の改革政策を封じした、税金ソングが7週間にわたりシングルのヒットチャート1位となる。良くも悪くも、前例のない、メディアの最小だった。2003年3月、経済のグローバル化や、 成長戦略を視野に入れた改革プロジェクト、アゲンダ2010を発表。その内容が新自由主義的であるとして、SPD の伝統的な支持基盤である、労働組合から批判さる。この年3月に起きたイラク戦争には、フランスと共に国連決議抜きでの改戦に反対し、派兵しなかった。2004年、高い失業率や保険制度改革、削減が不評で、 政権への不満からデモが頻発。SPD の支持率が低下したことを受け、3月に SPD 党首を辞任。後任は幹事長のフランツミュンテフェーリング。5月に EU が東欧までの25カ国に拡大し、EU の地理的、経済的中心国としてのドイツの役割が大きくなる。地方議会選挙の連敗で連邦参議院で与野党逆転を許し、 野党が擁立したホルスト・ケーラー大統領の当選を許す。7月、移民受け入れに関する信法を可決。2005年、失業者が戦後最多500万人を突破した。ロシアからバルト海を通ってドイツに天然ガスを添うという物議をあったノルドストリーム建設について、ロシアとパイプライン計画の合意した。パイプラインにより、ドイツのエネルギー供給は、 ロシア国営企業への依存することになる。地方議会選挙での連敗を受けて、7月に内閣審議案を与党に否決させ、連邦議会を解散。これによって9月18日に総選挙の投票が実施される。SPD は圧倒的に不利という事前の予想を覆して、前線したが、野党キリスト教民主同盟、セィ側に4議席及ばず議会、第2党へ転。 長い競技の末首相の座を退き、正義党首アンゲラ・メルケルに譲ることになった。ドイツ民主共和国、東ドイツで育ったメルケル新首相は、東欧諸国を重視しているため、ロシア語も話せるが、シュレーダーのパリベルリン・モスクワ数軸を外交政策の方針から削除した。11月29日には、議員職も辞職し政界から離れる。首相退任直前の10月。 トルコのエルドアン首相と共に、キリスト教圏の首脳として、初めてイスラム教の断食明けの祭りに参加。イラク戦争への反対姿勢と共に、イスラム圏には、好意的に受け取られた。トルコの EU 加盟にも賛成していた。2006年3月、ロシア国営天然ガス会社、ガスプロムの子会社、ノルドストリーム AG の役員に就任。バルト海底を経由して、 ロシアドイツ間をつないだ天然ガスのパイプラインであるノルドスリームやノルドストリーム2の取締役を2017年時点でも長期にわたって利益を得ていることに批判の声がある。その他にスイスにあるロスチャイルド投資銀行のヨーロッパ支部相談役、スイスのリンアー出版相談役を務める。2006年に自伝を出版したが、 在任中からロシアとの癒着が疑われ批判された。ロシアでビジネスキャリアを積み、ノルドストリーム社の株主委員会の会長を務めている。2007年5月、中華人民共和国外務省顧問に任命。伝統的中国医学を世界に宣伝する役割を負う。成長著しい中国市場を重視し、首相在任中は毎年訪問して、 リニアモーターカーの売り込みなどを敷いた。同年9月にダライラマ14世を首相官邸に招いて会見したメルケル首相を中国国民の感情を傷つけ両国の友好を損ねたと講演で批判している。2014年4月28日にウクライナのクリミア危機でロシアがクリミア半島を併合した中、ロシアのかつての首都であった。 サンクトペテルブルクの宮殿で70歳の誕生日をウラジーミル・プーチン大統領と要して祝った。クリミア半島併合が原因でロシアの国営石油会社ロスネフチに課された経済制裁などロシアへの経済制裁自体に反対を表明してきたことでも物議を醸した。2017年8月11日に欧米による経済制裁の対象になっているのロスネフチ。 取締役にドミトリー・メドベージェフ首相が署名指名されていたこと、ロシアで公開された文書により発覚した。ドイツのメディアはシュレダーの行為を一斉に批判した。同月30日にシュレダーはロシアの国営石油会社ロスネフチの取締役に就任することを認めたが、所属するドイツ社会民主党で2014年の欧州議会選挙の結果、 欧州議会議長に就任後に2017年に党首になったマルティン・シュルツに9月24日、投票のドイツ連邦議会選挙に打撃を与えた。メルケル首相率いるドイツキリスト教民主同盟だとを目指している、ショルツ党首は取締役候補に指名された時点で、シュレダーとは距離を置き、自分ならそのようなことはしないと批判した。ロシアのインテルファクス通信によると、 ロスネフチの取締役会長になると報道された。ジョンズ・ホプキンズ大学米国現代ドイツ研究所のジャック・ジェーンズ所長はヨーロッパへ悪影響だと懸念をした。メルケル首相も大衆紙ビルトによる生中継インタビューにて自身は政界引退後に民間企業の職に就くことは考えていないことや、シュレダーのロスネフチ取締役就任は不適切だと批判した。 2017年9月11日、大韓民国のソウル市にあるナヌムの家を訪れたシュレーダーは、自伝の韓国語版の売り上げのうち1000万ウォン、96万円を寄付し、日本政府が慰安婦に対して謝罪する勇気を持てないでいると述べ、元日本軍慰安婦をノーベル平和賞候補に推薦をすることに指示を表明した。シュレーダーは、現職前職を含め外国の元首級の人物が、 ナヌムの家を訪れた初のケースだった。2017年9月11日から2泊3日で、自助伝の韓国語版出版に合わせて、韓国を訪れたが、この自助伝の韓国語版の監修を行い、通訳として、同行もした25歳年下の韓国人女性、キム・ソヨンと5度目の結婚をすると報じられた。2016年に離婚したドリスモト夫人が、Facebook で、 離婚原因として、キム・ソヨンを挙げている。キムの前夫は、キムとシュレーダーと別れるなら、離婚すると約束して離婚したが、キムは、端からシュレーダーと別れるつもりも約束を守る意思も、なかったのに、離婚のために自分を欺いたこと、シュレーダーも、家庭を持つ人妻という事実を知っていたのに不倫して、自分に耐え難い精神的苦痛を与える違法行為を、行ったとして提訴した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。